始業式を迎えたのは札幌市内の中学校96校です。このうち中央区の中島中学校では体育館の換気を徹底したり、校歌を歌わずに CD で流すなど新型コロナの対策を徹底し、体育館で始業式を実施しました。今からちゃんと学習習慣をつけたり、後から困らないような生活をしたいな。親や周りの人にすごい頑張ったねとか成長したねって思われるようになりたい。式では修学旅行などが延期されたことも伝えられましたが、高橋校長は実現できるまで支え合って乗り越えてほしいと生徒に呼びかけました。